E 水中華のビラインターンジャーンデ番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、5月の7日水曜日、旧暦のうちのあぐいみでは4月の9日、納豆いびん。というわけでございまして、ゴールデンウィーク明けましたね、皆さん。ねえ、まさきいつまではね。 私この番組はうちの取締役であります東嘉ルさんがちょっとねお亡くなりになりましたということで2日間は追悼番組ということで彼の好きな曲をお届けしたわけなんですけれども今日からまたね通常通りの放送とさせていただきます先日も昨日ですね多くの皆さん方が告別式に駆けつけてきていただきまして本当にありがとうございました比嘉ルさんもね喜んでいるかと思いますよ今後も また、えー、f m ミターン同様ですねよろしくお願いしたいと思いますそしてまたサトルさんのですね、えー、お悔みを申し上げたいというふうに思います さあ、えー、彼、彼の分まで私たちもまたね、もっともっと頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。さあ、明けたゴールデンウィークも途中からはね、後半は、あのー、梅雨に入ったということもございまして、ちょっとね、えー、天気の方も、昨日なんかすごい肌寒いという感じでございましたね。今日私長袖にしたんですけれどもね、あんまりこう、そんな寒いという感じではないですよね。えー、先ほど11時発表の沖縄気象台天気予報によりますと、日中の最高気温24度ということでございます。 えー、朝の最低気温は明日の朝も22度ということですからね、そんなに寒くはないのかなと思ったりもしますよね。風が東の風に変わりましたのでね。えー、後、今日は南東の風に変わってまいります。お天気は曇り、夜は雨ということでございますからね。えー、一つ、じめじめした、これからの時期を楽しく過ごしていきましょう。それではインターンジャーデバンです。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根とです。 はい。お送りしておます。インターチャンネル番ですよ。あれまたなんか違う曲が流れたぞって感じで、ミス、ミスではありませんよ。はい。<laughs> えー、さあ、この番組でも何度かご紹介させていただきましたね。あのー、この、ピタゴラスイッチ、もね、ご存知の方も多いと思いますけどもね、はい。えー、クリコーダーカルテットっていうのをね、聞いたことがある方も多いかと思います。前にもね、えー、ご紹介させていただきましたが、今日はこの、えー、クリコーダーカルテットの皆さん方あまた、えー、この、 コンサートがあるということでございましてですね、ご紹介をして、えー、いきたいと思います。今日、ゲストに来ていただきましたのはこの方でございます。こんにちは、アルテプランの坂井です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。も坂井さんご無沙汰でございまして。ご無沙汰でございます。はい。2>, 2, 年2年半ぶり。二年半ぶり。そうです。去年じゃなかったんですね。いや、もうなんか毎年。毎年うそ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 う。私も気がしますけど、実は2011年の秋がいいいう、ね、そうなんだ。いやいや、ありがとうございます。はい。でもね、あのー、まあ、 リコーダーカルテット自体が、もうこのリコーダーがね、私たち耳にするっていう機会は、本当にこう、あんまりこう、ないもんですから、あの、放送を通してしかね、あの、お届けできないんですけれども、あのー、年、年一ぐらいはぜひやってほしいなという感じがするんですけどね、<ー>去年やってなかったんですね。そうですね、去年は。いや 毎年やるのはやっぱなかなか。大変。そうですね。ただ、まあ気持ちとしてはあるんですけど、2>, 2年に、各年に1回ぐらい。やりたいです、ね。ぜひね、定期的にね、そういう形でやっていただければ。はい、でもあのー、もう、リコーダーというともう皆さん、もう、誰しもがね、こう、中学校の頃にはやってるんじゃないかなと思いますけれども、私たち、その地元の方でもね、あの、普賢中学校さんとかは結構、 リコーダーコンテストとかにも、ね、出てますからねもう大変な、うんもう、県内のリコーダーの愛国の中ではい、はい、有名な、読谷といったらもう、そうなんですか、読谷中学校も結構、そういう意味では、リコーダーのメッカとして、まあ、それで酒井さんもね、ぜひ FMU ンでは PR シなラクチャーということで、必ずあ, <laughs> ありがとうございますせない。<laughs> <laughs> 今回もねお電話久しぶりにいただきまして <laughs>、えー、アルテプレンの酒井ですけどということでねあれ もうあれから1年になるのかなみたいな感じだったんですけど、実は2年経ってたんですね。二千十2010年の時も来させていただいて、うんね、あの時は10年、11年と連続してやったんすけど連続で。それからちょっと間が空きました、うんうん。いやでもね、今回また私たちにね、また素敵な楽曲を聴かせていただいてありがとうございます。はい、今回はクリコー,ダーカルテッド明るって言った皆さん方、また沖縄の方にじゃあ2年余りぶりに来られるということで、はい。いつ 行われるんですかえっと、もう今月迫ってるんですけど、うんうん、5月18日の日曜日に。は,はい。はい、来週の日曜日ね。来週の日曜日になるんだ。ああ了解了解。これ場所はどっちの方でえー、ギノザ村文化センター、うん、ガラマンホールというと。はいはいはい。なるほどなるほど。ギノザ村。あのね、えー、読谷からはね、浅さん、意外と近いんですよ。あの、ギノザソンって。 芸能座っていうと、なんか名古屋より遠いイメージが実はあるんですけど <laughs> あの、実は名古屋手前ですからね、そうですね、うん、だから私もね、もう何回か行ってますけど、うん、あの私の場合、事務所があの長引いたのすぐ近くにあるので。あ,あるとはね乗ったらすぐ、うん そっか、そうなんです、ね。降りてもすぐなす、ね。ギ <laughs> ロゼンインターをね、はい、そうなんですよ。あの海胆タンからも石川インター上がって、もうすぐですからね。三十分もかからないんじゃないかな、高速だったらですね。だから、本当に。那覇の、うん。 端の方に行くより近いんじゃないかな。あ、あるてから。なるほど。いや、でもそうかもしれない。この方ですからね。え、ですね。いや、でもそういう意味ではね、あの、銀座文化センター、ガラマンホールでのね、今回のクリコーダーカルテットのコンサート、これはもう、あの、今回なんか、時間の方が、え日中なんですよね。夜とかじゃなくてね。14時半会場、15時開演ということで。はい、はい。日曜日なので、そう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 。おさんとかも、はい。子供たちもね、 できやすいいよううににということこ、ね、昼の時間に、はい、あな,るなるほど、なるほどこれ、じゃあ、チケットの方のお買い求めとか、そういうのは、うん、えーっと、プレーガイドとか、チケット売り場でも売ってるんですけど、一番手っ取り早いのはです、ね、はい、ガラマンホールに直接お電話をしていただければ、なるほど24時間対応で、はい、あのメールと電話予約を受け付けてくださって。い メールでもはいなるほどはい、えー、料金の方はいくらになりますか、えー、一般の前売りが二千五百円、うんはい、で当日は三千ですねそれから 4歳から入れるんですけど、うんうん、4歳から中学生までは1000円、うん、当日1500円ということで、はい、もちろんの予約していただければ、前売り料金で対応できますななあ。なるほどね、はい、じゃあ、この予約は先ほど申し上げられたように、えー、電話番号で、えー、ガラマンホールの二十四24時間で、えー、日中はスタッフの方がね、はい、お受け取りになられて、夜間とかはもう留守電がはいでそこにもう行っておけば大丈夫なんです、はい、あのお名前と枚数と言っていただければ、うん、な,るほどなるほど、ままじゃあ、前売り料金で、はい、当日行きゃいいと。 まあ確かにね、前もってこうギナザにチケット買いに来るのも大変ですからね、あそういう意味では、ご予約をしていただけると、前の料金で OK だということで、いいですね、こういうシステムがあると、はいえー、5月の18日、日曜日ですから、今のうちねチェックをしていた,いただきたいなと思いますよね、ぜひお子様も一緒にね、4歳からということですから、本当にそうですね、ねこれまでハルテが主催、ずっとしてるんですけど、4歳から必ず入れるような設定にしてるんですね。なるほど 結構普通のこういういコンサートだとあの未就学時は入れないっていうパターンが多いんですけどあす、ね、あの私の経験からもう4歳から上だと結構集中してちゃんと聴いてくれるんですよ。うんうん あの騒いだりでもね、あのピタゴラスイッチもそうなんですけど、やっぱり子どもたちに人気がありますからね、あれだみたいなどい子どもたちの方が耳に馴染んでる、うん、親が後からついてくる,、うん、<laughs> てくるみたいな、な,なるほど、なるほど、まあ、そういう意味ではね、いろんなあの音を奏でるこのリコーダーなんですけども、楽器自体もいろいろね、基本リコーダーなんですけど、そ,<う>そのリコーダーも。 ソプラニーノっていうものすごい小さな高い音が出るあまり普段見たことのないものからあと普通の小学校で使うソプラノリコーダーですけどあれはソプラノリコーダーっていうんですかあとはそれより低い音が出るアルトリコーダーデナーリコーダーあとグレートバスって一番大きな低い音が出る身長よりも高いくらいああよくんかオーケストラとかででかい筒のようなものあれがそうなんですねなるほど 今回はちょっとあのフライヤーが普通の楽器1個ずつしか持ってないんですけどああ以前のフライヤーはいっぱいその楽器を並べたフライヤーだったのでものすごいたくさんの数の楽器があったんですけどギター、サックスチューバーあとはあのウクレレも使いますし黄金という。あの でビヨ,ヨヨヨンってやるちょっと変わった楽器があるんですけどそれとかも使うしもうあの1曲の中でも持ち替えたりしながら演奏しますのでへ。へ ああ、なるほどね。でも、こういうね、あの、リコーダー、音楽をやってる方々にとっては、もうすぐね、あのー、わかることで、あ、リコーダー、なるほどって、クリコーダーカルテット、ピタゴラスイッチって、どん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 、こう連、連鎖的にこう、イメージしてきて、ああ、あの方々なんだ、っていう風なね、えー、お話をされる方も多いと思いますけども。で、ここで、ちょっとあのー、この、クリコーダーカルテット。 まあリコーダーの、ねえーまあ、カルテットですから4名組の、ね、皆さん方なんですけども代表される方が、えー、お名前の方が、えー、栗原さんねそうそう,そう栗原さん栗原正樹さんというこの方が、えー、代表になってるんですよね一応、クリコーダーカルテットの栗っていうのはこの栗原さんの栗からついているので、うん、あそういうふうにいつも言われるんですけど、うん、実は本ご本人は。うん 僕はリーダーではないんだけ、はい、たまたま,まあ名前があの語呂がいいからつけてるだけで <laughs> あので、うちはリーダーの依頼グループだということを強調してください入ってる <laughs>、はい、言われるので、<laughs> でも周りからはそう言われるんです、絶対ね。でも嫁みんなで一緒にやってるということで、はい、リーダーの依頼グループだと、そうだからみんな、平等に分担してやってますということを、あ <laughs> あ、あはい、そうか、まあ楽器もそうでしょうからね、はい。さあ、それではですね、えー、このウクレ,レ、えー、クリコーダー2というね、あのー、アルバムがあるんですけれども、 この中から1曲ちょっとお届けしたいなと思いますが、ちょっと1曲ご紹介していいですか、ちょっと解説していいですか、いいですよユニバーサルっていうアメリカの映画配給会社の100周年のために作ったアルバムで、ユニバーサルの代表的なこれまでの映画の音楽を、プリコーダーバージョンでやっているということなんですけど、今ちょっと流れますけど、これ、皆さんお聞き覚えがあるんじゃないでしょうか、これ、実は、バック・トゥ・ザ・フューチャーって大ヒットした。 ああ、ね、はい。あれのテーマソング。あ、じゃそれの。はい。クリコーダーアレンジ。お<ー>、はい、すごい。オフィシャルで。はい。なるほど。素晴らしい。じゃ今日はこういう曲もちょっとお届けしながら進めていきたいと思います。ぜひ、えー、聴いていただきたいと思います。クリコーダーカルテットで、えー、バックトゥズフューチャーです。 ということでお届けしております、ゆうたんじゃ出番ですよ。今日は、えー、5月18日に開催されます、えー、クリコーダーカルテットのですね、えー、クリコーダーミュージックということで、結成20周年スペシャルライブ i ン沖縄っていうタイトルでございましてね、ぜひとも皆さんね、えー、5月18日はギノザーソ文化センター、ガラマンホールの方に足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ゲストで来ていただいておりますのは、えー、その主催をしております、アルテプランの酒井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。 やっぱりこ,うこのピタゴラスイッチを聞くとああって感じになんか納得しちゃうような感じしますねそうですねね、はい、本当にメイ,ンメインテーマです、ねはい、これ2003年から放送されているんですけどそれまではあのクリコダ・カルトっというバンドを説明するのにいろいろ苦労したんですけど、うん、もうこれが始まってから <laughs>、うん、もうあとはピタゴラスイッチやってる人たちはああっていか分かってくるので本当にやりやすくなります。<laughs> ももうでであれですかあのクリコーダーカルテットの皆さん方とその酒井さんのお付き合いはどんな感じだったのえともう遡ること15年前ぐらいに私がこのアルテプランというところに入って間もない頃なんですけどたまたま知り合いのピアノを弾いている方からあの連絡があって、うんうん、その方はあのえ沖縄の,あの いろんなそのミュージシャンの人と知り合いが付き合いがあるんですけど福原恒夫さんってあの大御所のその方がプロデュースした民謡の歌手のアルバムのレコーディングに呼ばれて、うん、その栗子ダカルってとか沖縄に来るっていうことを言ってくださって。 ついでにライブしてないかっていうなるほどお誘いがあって、で私もあそれだったらやりましょうということで、うん、それまであの名前だけ私も名前だけ知ってて、うん、で全然音楽とかも分からなかったんですけど、うんで、たまたま送られてきた CD 聞いた、これは面白いっていうので、あ<ー>じゃあやりましょうっていうので、あのやったのがきっかけです。へ なるほどね、さあそこでじゃあクリコーダーカルテットっていうね、まあ、今日初めて聞いた方もいらっしゃると思いますけども先ほどのピタゴラスイッチは聞いたことあるけどクリコーダーカルテットは知らないっていう方も、ね、多いかと思いますけどちょょっとご紹介いただきましょうかねカルテットっていうくらいなので4人組なんですけど栗原正樹さん、川口雄介さん、うん、近藤健二さん関島健郎さんこの4人で講座されているんですけど。うんあ もとそのクリコダカルって始まる前からそれぞれあの個人であのバンド活動したりとか、あとはあの小間したらの音楽を作ったりとかですね。映画音楽を作ったりとか、なんかいろんな分野で活動してた方たちなんですね。でその分野ではちゃんとこうもう何でかなそれなりに名前がという形きちんとしたもうミュージシャンだった人たちがあのたまたまですねあの。 昔あの「たま」っていうバンドがあったんですけど、わかりますどんな歌やったっけさよ <laughs>、ね、なあそらおそもそ面白いことでしたよね、そのメンバーであの畜産っていう人がいて、このはおかっぱの人がいたんですけど、この方がソロになってコンサートするときにあのリコーダーで伴奏しないかっていう話があってですね。 栗原さんとか関島さんとかがなんかマイブーブでリコーダーを趣味で吹いてたんですよ、でそれを見てでやらないかって言って、じゃあせっかくだからそのカルテットで伴奏しないかということで,で、たまたまその知り合いだったそのっ残りの2人も交えて4人でその一夜限りということであのコンサートの伴奏をしたんですね、うん、そしたら意外に面白かったという。 じゃあせっかくだからちょっとあのゆるゆると続けようかということでまああの季節ごとに1回ぐらいライブするぐらいだったらいいんじゃないのということで最初は年4回ぐらいとかですね<ー>そういうペースでやり始めたものがだんだんまあその人気が出てきた面白くなってきたら人気も出てきて「ピタゴラスイッチ」とか始めたら。 もう全国的に名前が知れるようになって、はあ、それに伴ってどんどんコンサートとかも増えていって今20周年に至るっていうすごいですね、趣味まあ、やっぱり天才的な方々っていうのは趣味にしても何にしてもパーフェクトですね。 だから本当はさ最初は本当に一か月終わるつもりで <laughs> もう遊びのつもりだったらしいんですよだから今でもよくメンバーの方はどうしてこんなに続いたのかわかからなないいっていう,うん,あなんかやっぱりこううなんてうんていですかちょっとこう胸を張るっていう感じでもなくこう自由にやってきたからこそ続けられてきたっていう感があるんですかねですねだかねだらあの、うん、プロフィールとかにでも公式のプロフィールにもお気楽に結成しましたって書いてあるんです。 なるほどこのクリコーダーカルテットは、はい、へでもそれぞれはやっぱりこうすごい方々なんですよねみんなねそうですね、うん、あのお母さんと一緒ってあって NHK の番組ありますけどこれの音楽とかもいっぱい作ってたりとかですねあとコマーシャルのもう名前言えば誰でも分かるような有名な、うん、<laughs> あの企業とかのコマーシャルとかもいっぱい流して作ってたりとかですね、うんうん、あとはあの、ね、近藤さんギターのとかのテナーリコーダー服、はい 方なんですけどアメリカのアカデミー賞を近藤健二さん5年くらい前にアカデミー賞で短編アニメ部門というショートアニメの部門があるんですけどそこで日本人の加藤監督という方の作品がグランプリ取ったんですよ、アカデミー賞でそれの音楽担当してたがこの近藤健二さんという方、一緒のメンバーで。 作もいっすごいですねいやでもなんかこう今ね資料も見てますけどこの近藤さんとかもなんか私たちでよく知ってる小泉京子とか我々世代なんですけどその方々の定番曲そうですね <うん S 1> もうやってたりとか最近ではまあ若い人には一番これが分かりやすいと思うんですけど桃色クローバー Z っていうありますよね、うん ももクロのアレンジとかもやってらっしゃるそうなんですか、はい、すごいな一人じゃねなるほどねそれ以外にも川口義行さんという方も、まあ、今日音楽のな中ではねすごいロック関係そうですねどっちかというとロック畑でもともとサックス奏者だったんですけど、うん、ああのいろんな活動されてて、うん、であの川口さんは クリコーダーのほかにも渋沢知らずってすっすごい大所帯のバンドがあるんですけど30人ぐらいいるかな、でそのバンドとかにも関わっていてこのバンドは日本よりもどちらかというと欧米で人気があってヨーロッパのフェスティバルに毎年呼ばれて一ヶ月ぐらい公演して回ってるっていうのはなかなかすごいすごい方ですね。あと方は 関島武尚さん、グレートバス担当で大きな、でかいいやつを持ってる方もともと中馬奏者の方なので、そういう低い方専門というか、なんかですけど、関島さんも本当にいろんな活動されてて、多分関島さんが一番バンド、多分ん5つぐらい掛け持ちそしてたりとか、あとソロもやってたりとか、ほかのいろんな人と組んでコンサートしたりとか。多分 世の中で一番年間の,そのステージ数が多いのは関島さんだと思うんですけど、うん、クリコーダーもやると多分2日に1回以上は <laughs>、はい、やってるはい。<laughs> いへえなるほどねすごいですねなるほど、まあ、そういう方々がねこのクリコーダーカルテットとして、えーまあ、また5月の18日の沖縄の方に来ていただくということでございますのでぜひねお楽しみにしていただきたいと思いますがさあそれでは一曲またお届けしたいと思いますけれども、えー、今度の曲は 「ワンダフル・デー」のテーマという曲なんですけど、うん、これはあのもう随分前ですけど NHK のやっぱり教育テレビで「えー、クレイ・アニメーション」という粘土のアニメーションで「はい、ジャム・ザ・ハウス・ネイル」というカタツムリが主人公の短編アニメがあったんですけど<ー>あのクレイ・アニメーションですごく手間がかかる,んで作るので一個一個その作ってやるやるつねはい、はい、だからとっても時間かかるので年に2作ぐらいしかできなかったんですけどはい、はい、とっても評判がいい。 アニメーションがあってですね、うん、その音楽をクリコーダーカルテットが担当したんですが<ぁ>その中でその、えー、テーマ曲の一つとして使われたのが「このワンダフル・デー」のテーマという曲で,<ぁ>でこれは実はあのスター・パインズ・カフェという東京の吉祥寺といところにあるライブハウスいうのはライブ録音なんですね庭みたいなライブハウスなんですけどクリコーダーにとっては、うん、だからこれは実況録音なのでこのまま再現というかこんな感じのステージでやりますよとどねはい じゃあ聞いていただきましょうかね CM まで、えー、クリコーダーカルテットで「ワンダフルデイ」のテーマですどうぞ。 はい。お届けしましたのは、クリコーダーカルテットでワンダフルデイのテーマでございました。ライブ音源でした。 はい。お送りしております。インターンジャーで番ですよ。クリコーダーカルテと一曲お届けしましょうね。まずは聴いていただきましょう。 お届けしましたのは、えー、これはクリコーダーカルテットって言ったら、ちょっとなんか、あれと思うかもしれませんけれども、咲楽さん、これは田中綾さんという方が。はい、ね、あの女性シンガーの田中綾さんと一緒に、うん、まあやっているというか、まあ、伴奏しているのがクリコーダーカルテットなんですけど、こういうふうに歌物というかですね、今までなんかこう、はい、結構、なんかこう、リコーダーだけの。 そういうい曲ばっかりを聴いてたんですけどもね今,今日お届けしたのもそういう曲ばっかりだったんですけどあの歌も一緒に入ってたりすすするんででねそう特にこれが入ってるアルバムはあの、うん、いろんなその歌物もあの何曲か入れてるアルバムで「えーまあ、遠くの友達」っていうアルバムなんですけど NHK、はい、の「まあ、あの N H K のみんなの歌とかで「ーアっていうあの今、沖縄に住んでる女性のミュージシャンがいるんですけど、えー、あのその人とやって。 てる曲とかですね。ああ、U A。はい、U A。あ、U ああ、聞いたことある。はいはいはい。あ、そういう方でも。はい、そうですね。あのそれと、え今のマタナカヤさんもそうですけど、あとあの、これ後でかけていただけるのかな。あのやっぱり N H K のあのアニメーションで、アリソンとリリアっていう数年前にやってたあのアニメーションがあってですね。それのテーマ曲でなるほど。 松本さんっていう松本そさんっていう男性のシンガーの方として、はい。あの曲とかですね。そういう,ふうに歌ものも結構いろいろあってて。<ー>ただやっぱり普通のアレンジとは違ってリコーダーとかってアレンジするので。ちょっと変わったっていう形ですね。ちょっと普通のアレンジとは違うタイプの曲にってます。に同じ。さっき、一番最初聞いたあのバックトゥザフューチャーもそうなんですけど。なんかそのイメージ全然変わりますよね。そうですね。ねあ,あれなんか絶対にタイムスリップできない。<laughs> 途中で墜落しそうな感じですけど。<laughs> いやいや、なんか僕はね、あの、バックツジェルチャーのあの、デロリアンでした、あの車。あの、はい、タイムスリップするやつ。あの車がミニカーっぽい感じがしてならないんですよね。うん、なんとなく。うん。行とか言われてた。<laughs> いや、でもね、あの、やっぱりこう、リコーダーとなると、どうしてもその、ピタゴラのイメージとか、それから、その、やっぱりこう、今おっしゃってるみたいに、アニメーション、そういった系になんかまあ、 使われてるっていうのがすごいイメージが強いので、なんとなくその子供向けの楽曲っていう雰囲気に持っていかれますよねそうですね、パッと見っていうかあの、ね、あの聞いてすぐ耳に馴染むので、うん、あの非常に、そこが味噌でもあるんですけど、<ー>実はよく聞くとものすごい複雑なこととかしてるんですけど、それをそう聞かせないっていうか、えー、聞いたらすごく耳障りが良いっていうことなんですけど、うん、実はすごいことを結構、淡々とやってるっていう。うん、なるほどね 今日もずっとね、あのバックでは、このクリコーダーさんのね、あの、曲をお届けしてるわけなんですけどもね。あ、すみません。じゃ今日はね、ちょっとこの、あの、楽曲のね、じゃ、スラックの問題がありますネットのご覧の皆さん方にはちょっとね、曲はお届けされてなくて、我々のお喋りだけなわけなんですけどもね。えー、ご勘弁いただきたいと思いますけど、ぜひラジオ聴いていただきたいと思いますけどもね。あ、でも、あの、そういう意味では、その沖縄で、生でこのクリコーダーカルテットの、 あの曲が消えるっていうこの5月18日は本当に貴重な日ですねそうですね、今年あの結成20周年ということで 1> 1、まあ、いつにも増してツアーとか力が入ってるんですけど、はいまあ、沖縄では今回、この1箇所だけ全国でもやっぱこうずっと活動なされてるんですか、クリコーダーでも、先ほどほら、それぞれバラバラでねっていう話をしてましたよね。クリコーダカルテッだけで、うん 去年は年間90本くらいライブしてますので <laughs> 趣味じゃないもうこう完璧ビジネスで入ってますねまあそうですね年間90本、はい、はあすごい全国でそうですね、はあ、で最近はあのーうん 結構そのホールの企画ものであのファミリーコンサートとかで言われることが多くなってキャッパシティも結構大きなところでやったりとかまあ逆にその大人だけに限定してあのライブハウスとかの声もあってすごくあの会場も幅が広いんですよ小さいのから大きいのまで小民家でやったりとかですねっていう生,音生,音生音ライブとか逆にそれはそれですごく趣があるのでなるほどありそうありそう そうな,んなんか20周年としての,その全国でのなんかこうライブツアーみたいなのもやってるんですかえっと一応、20周年というふうに銘打ってはいないんですけど、うん、いつもと同じかそれ以上に力が入って、いろいろなところでやってるんですけど、うん、まあ今度7月、七月がちょうど20その周年の月なので、東京の渋谷公会堂っていう結構有名な大きなホールで、<は>2000人以上くらいいうホールで記念コンサート。すごいね さっきあの、ネタで、あの、中須さんとね、あの、お話してたんですけど。入場料がね。はいはい。びっくりですよ。これ、あの、入場料二十円っていう。二十円って、ありえないですね。誤食ではない。と、あの、メールマガジンも書いてました。逆に、二十周年だからということ。そうですよね。すごい太っ腹な、この。いや、もすると、なんか。 ヤフーニュースかなんか乗りそうな感じですよね。<う>20円でチケットが売り出されましたみたいなね。で,ねでも、それ間違いではなくて。本当に20円で、はい。もう売り出したんですけど、うん、あっという間に売り切れますたそれはそうでしょうね。これだけの中で。でも、渋谷公開堂でしょうそうです、ね、でも、あの、その、コンサートの時とか、 みんな20円で来たんだと思うとちょっとおかしくなりますよね,すね。だから、本当に。<laughs> 20円のチケットって言ったらびっくりしますよね、でもね。でもそういう、なんか、だ、なんていうのかな、この、やっぱり趣味で始めたからこそ、それぐらいでやっちゃっていいっていうぐらいの感覚なんでしょうね。あうねまああの、なんいうかな、シャレの部分を忘れないっていうすごい大人だ,、ね、大人だななるほどね。 へえそうですか。いや、でもね、そういうクリコーダーカルテット、なかなか沖縄ではくことができませんから、ぜひ皆さんもね、お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、先ほどご紹介ありました、ね、えー、曲ですけども、あの、さよならのお,おまじない。はい。この曲をちょっとね、皆様にじゃね、これは、えっ、ー、と、歌っている方が松本すおさんっていう。はい、ね、松本さん。バックでお届けしておりますのが、クリコーダーカルテットの皆さん方の曲,曲でございますので、聴いてください。 お届けしましたのは、クリコーダーカルテットと松本総さんの曲でした。 はい。ということでお届けしております。ユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、えー、アルテの方からですね、え酒、ー、井さん来ていただいております。5月18日にクリコーダーカルテットということでね、えー、4名の皆さん方が沖縄の方に来ていただいて、ギノザソン文化センターガラマンホールで、えー、クリコーダーカルテット。今日もどこかで流れているクリコーダーミュージック、結成20周年スペシャルライブ、 in 沖縄開催されます。ぜひね、皆さん足運んでいただきたいと思います。えー、あらかじめの予約いただければ、えー、前売り券の料金でね、入場することができますので、えー、お問い合わせはガラマンホールまでよろしくお願いいたします。電話番号は098-983-2613。えー、098-983-2613。えー、ギノザーソン、えー、文化センター。 ガラマンホールまでよろしくお願いいたします。24時間ね、受付でね、留守番電話でもできるということでございます。メールでもやる可能ということでございます。よろしくお願いいたします。えー、まあ、メールの希望の方は、今言っても多分メモできないと思いますからね、えー、ネットの方で調べていただければと思います。これはガラマンホールのネット。 あの、メールでいいんですよね。はい、そうです。はい、あの、ちゃんとサイトがありますので、うん、はい。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、もうエンディングとなりまして、一曲だけ、あのー、ちょっと短いんですけれども、あの、面白いもの曲をね、先ほどちょっとあの、えー、ウクレレクリコーダー2というね、あの、ユニバーサルの映画ね、ユニバーサルの方からちょっとオフィシャルでこう依頼された、えー、リコーダーアレンジ曲ということでございまして、えー、先ほどバックトゥーザフューチャー、 なんかミニカーが走っていくような感じにゃった。僕は、<laughs> そういう感じだったんですけど。あの、もう一つ見ますと、なんか、ジョーズあのジョーズですよね、はいあのサメ。サメの。あれも、あれがリコーダーでアレンジされるとどういう風になるのか。ちょっと、これはラジオ機の皆さん方にぜひ聞いていただきたいなと思ってですね。私もまだ聞いたことないので、皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。お聞きください。どうなんでしょうか。<laughs> 雰囲気ありますね <laughs> さあそれでは聞いてみましょう お届けしましたのは、クリコーダーカルテットで、ウクレレクリコーダー2というアルバムからお届けしました。えジョズ。あれに、<laughs> めちゃくちゃ可愛いですね。まあね、サメも脱力してますよね。<laughs> 絶対にこれ絶対遅いね。結構でもあの、なんか、 パロディっぽい感じがするんですけどね。だから多分いろんなのに使えるんじゃないかとい、うん、ねえ、ほに面白い。でもそういうふうにね、いろんな楽曲をね、アレンジされているわけなんですけども、ぜひね、こういう楽曲もね、また、ええー、いろいろと聴かせていただけるものだと思います。ええー、ぜひともね、あの、ピタゴラスイッチのね、あの、聴いてイメージされている方も多いと思いますけれども、それ以外にもいろんな楽曲、先ほどね、ボーカルの方、一緒に歌に入ってもらったりとか、えー いろんな活動もなされている皆さん方でございますので、ぜひともね、えー、興味のある方足を運んでいただきたいと思います。もう一度ご案内をよろしくお願いいたします。はい、5月18日の日曜日ギロンザソン文化センターガラマンホールで開催されます。会場が10時30分、開演は15時。前売りは一般2500円、当日は3000円。それから4歳から中学生までは1000円、当日は1500円です。えっとお近くにプレイガイドがない方 もうえー、いらっしゃると思うので、えー、先ほど、えー、申していただいたように098983の2613098983、えー、の2613ガラマンホールまでお問い合わせくださいよろしくお願いします、はい、よろししくお願いいたしますさあ今日ね、えー、ご案内していただきました、えー、アルテプランの酒井さんなんですけどもアルテプランねあのー、いろいろとこう スタジオを貸したりとかもねされているということでそうですね、スタジオというか、ホールの練習も3つありまして、そこは時間貸しとか、東尻で、誰にでもお貸ししてますし、あとドミトリって簡易宿泊所もあって、ですね来たミュージシャンとかが、ですね内地から喫茶店とかホールでコンサート、そのまま泊まっていくとか、そういう時に便利なので、そういうこともやったりしてますし、喫茶店もあります。はい ぜひね、えー、お問い合わせいただければと思いますのであのー、あそういうところちょっと興味があるっていう方はぜひお電話いただければと思いますよろしくお願いいたします電話番号ははいゼロ九八八八四の七五一四 884の7514までお願いします。はい。よろしくお願いいたします。えー、アルテブラまでね、ぜひお声掛けいただきたいと思います。また何かありましたら、エフェルターにお声掛けいただけると、はい、えー、酒井さんのように私の方からもね、ご紹介させていただきますのでね、はい、よろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。いしたはい。えー、ぜひね、5月18日、クリコーダーカルテットのスペシャルライブ、イン沖縄、ぜひね、皆様足を運んでいただきたいといううに思います。よろしくお願いいたします。 ということでお送りしてきました、ユンタンジャデマンでした。えー、今日は本当にこう、2年半ぶりにね、来ていただきまして、サさっありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今後ともまたね、あのー、クリックーダーカルティに関わらずまた、あの、アルテの方でいろんな模様してありましたら、声かけていただければと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。読み団とかね、この、えー、中南部、西海岸の皆さん方にどんどんこう、アルティでの、こういう、えー なんですかライブとか、そういうものもね、皆さんにいろんなアーティストの方々をご紹介いただけるいい、あの、情報源として、ぜひ、坂井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。あの、読みた、うん、読みた村在住の方も結構よくやってますのでああ、ね。うちのパーソナリティもね、よくあの、あの、アーティストの皆さん方は、ある程度使ってる方々も多いので、ぜひね、えー、機会がありましたら、あの、ある程、オーバーっていう、また、こういう、 差し、こういうって言っても見えないかもしれませんけどね。えー、差しとかもあって、こういうスケジュールもね、見ることができますので、はい、こういうのは、事前になんかネットとかで、紹介もされてますかはい、一応あの、うん、うちのブログとかもありますので、ハ、うん、ルテプランで検索していただければ、<あ>はい、了解です。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。お送りしてきました、インターンじャー出番ですよ今。今日はこの辺で失礼いたします。また明日この時間にお見にかかりましょう。坂井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。